アりミとうこんにちは、ゆずこれです。それは今回なんですけども、D ポイントローソンで20倍、ファインバで40倍のキャンペーン、2月は D 払いのキャンペーンと組み合わせたら、実質30%還元で超絶お得と。 ということで、本日もまたもやドコモの D ポイントに関するキャンペーンが発表されたので、それについてサクッとお伝えしていこうと思います。いや、まぁ今回のキャンペーンも結構すごいんですよね。ということで、まずはこちらから。じゃんということで、今回はなんとローソンとファミリーマートにて、それぞれ D ポイントのキャンペーンというのが発表されました。まずそれぞれお伝えしたいと思うんですけども、まずはこちらのローソンの方からですね。ローソンにて対象お取引で D ポイント20倍ということですね。で、キャンペーンの期間 なんですけどもすでに出てる通り2月の3日から2月の16日までの約2週間ほどのキャンペーンとなりますそして D ポイントキャンペーンこれのエントリーが必須ですのでまあ、先に行うことをお勧めします ちなみに、このキャンペーンに参加するためには、必ず D ポイントカードが必要となります。まあ D ポイントカード、今出てるようなものであれば大丈夫です。D ポイントカード、D カードゴールド、D カード、そして D カードプリペイド、あとはモバイル D カードでも大丈夫ですね。モバイル D ポイントカードですね。これでも大丈夫です。 あと、こちらは公式ページから引っ張ってきたんですけども、通常ローソンで100円で1ポイント、1%還元として D ポイントが貯まるんですけども、今回のキャンペーンでは100円で20ポイント貯まるので、実質20%還元となります。で、このキャンペーンでは、1回あたりの不要上限が500ポイント、そして、 期間中の付与上限は2000ポイントまでとなっています。なので、一度のお買い物で2500円分購入したら上限の500ポイント。そして、期間中でトータル1万円分のお買い物をして上限に到達することができます。 で、あと、このキャンペーンの残りの細かい注意点ですね。まず、ローソンストア100とか、その他のまあ一部店舗については対象外となっています。そして、一部対象外となる店舗とか商品もありまして、まあ、例えば、タバコなどですね。そして、D ポイントでの決済は付与の対象外となりますので、これもお気をつけください。 で、最後、四つ目ですね。一番下に出てる通り、お会計で税抜き100円未満の場合は、キャンペーンの対象外ということになるので、なので結構100円未満のものとか購入、税抜き100円未満のもので購入しても結構危険なので、なので基本的にはそれ以上のお買い物をすることをお勧めします。これら四つについての注意が必要ですね。そして、ローソンでは他にもこちらのキャンペーンもあります。街カフェで50ポイントプレゼントということで、ローソンの街カフェドリンク、街カフェのフローズン は除くんですけどもそれを購入したらマチカフェ1.5購入ごとに50ポイントが申請されるというものになりますなので100円のコーヒーが実質50円で飲めることになりますねこれは結構お得かなと思いますちなみにこちらは上限もありまして期間中は700ポイントまでとなっていますなので14回使ったら使ったらという決済したらまあ、上限の700ポイントまで到達するということになりますね で、先ほどの D ポイント20倍と街壁のキャンペーンを含めてですけども、ポイントの新定日自体は2020年の4月の末日頃ということで、そして新定されるポイントは D ポイントの期間用途限定ということですね。以上がローソンと D ポイント20倍のキャンペーンについてでした。 それでは次は今度下の部分ですね。ファミリーマートと D ポイントのキャンペーンについてですね。ファインまで D ポイント40倍のキャンペーンということで、いやもうファミリーマートもまたすごいですね。期間は明日の1月の28日から2月の17日までの3週間弱のキャンペーンとなっています。こちらの方が先に始まりますね。そしてこちらもエントリーが必須となってますので、先に行うことをお勧めします。ちなみにエントリーは本日から可能となっています。 そして、こちらのキャンペーンも D ポイントカードが必要で、D ポイントカード、連携のファミペイでもいいですし、D ポイントカード、D カードゴールド、D カード、D カード、プリペイド、モバイル D ポイントカード、ということですね。そして、ファインマの場合、貯まる D ポイントが200円で1ポイントの0.5%還元ですけども、今回のキャンペーンでそれが D ポイント40倍ということになるので、実質 D ポイントが20%還元となります。これもまたすごいですね。 で次に、付与上限なんですけども、期間中3000ポイントまでとなっています。まあ、先ほどのローソンの場合は、1回の購入で500ポイントまでとあったんですが、ファミリーマートの場合はそれがないので、もし一度に大きな買い物をする場合は、まあ、1万5000円分購入したら一気にこう上限に到達します。けどまあ、期間も気持ち長めなので、そんなに一気に使う必要もないのかなと思っています。 そして、このキャンペーンの残りの細かい注意点ですね。対象のお買い物はポイント認定対象商品ということで、1回に税込み200円以上のお買い物ということになります。そして、ポイント認定対象外の商品としたら、今出てるように、タバコ、ポサカード、税金切手、宅配サービス、チケット、金券受付等の代行収納などということですので、これらは対象外となりますので、お間違えないようにお願いします。 ポイントの認定は2020年の4月末頃ということと、あと認定されるポイントは D ポイント期間用途限定のタイプということで,ですね。以上がファミリーマートで D ポイント40倍のキャンペーンについてでした。 そして今回のキャンペーンと組み合わせて超絶お得な決済方法として、まあ以前僕が動画でも紹介させていただいたこちらのじゃんということで D 払いコンビニ10%還元のキャンペーンということですね。いやまあこれと組み合わせてそれぞれこう決済をしたら実質30%分の D ポイントが還元されるということになります。まあ一応日程だけまとめるとこんな感じですね。D 払いのキャンペーンが下から2月の3日から2月の16日まで で一番上のファミリーマートの D ポイントのキャンペーンが1月の28日から。 27日までそして真ん中のローソンと D ポイントのキャンペーンが2月の3日から2月の16日までなので、まあ、ローソンのキャンペーンが始まったタイミングで D 払いを、まあ、ローソンもしくはファミリー,ミリーマートで使うのもまあ,ありだなと思いますこれでまあ30%還元を狙うのもありですね、まあ、なので1つの買い物で D 払いも1回の上限が500ポイントまでなので、まあ、そこもぜひお気をつけください 今回は D ポイントのキャンペーンということで、まあ流れはある程度イメージできた方も多いと思うんですけども、まあせっかくなのでお会計の時のシミュレーションだけをちょっとしてみたいと思います。まあもちろんご存知の方多いと思うんですけども、お会計の時に先に D ポイントカードを出して、その後は何かしらの決済方法を使ってお買い物をします。これが通常の流れですね。なのでこの後にスマホ決済とか、例えばあとは三井住友カードを持っている方であればそれを使って決済するのもいいと思います。そして D 払いの場合なんですけど けどもこれ結構間違いやすい感じもあるので念のためお伝えするとまあ同様にですね先に D ポイントカードを提示してその後に D 払いで決済をするという流れになりますなので D ポイントカードを提示せず D 払いだけで決済することでローソンやファミリーマートのキャンペーンの還元の対象というわけでもないので必ず先に D ポイントカードを提示することを忘れないようにしましょう ちなみに同時開催なんですけども、明日の1月28日から2月の25日まで、GoGo スーパーチャンスという抽選10万名様に D ポイントが最大3万ポイントが当たるキャンペーンも開催がされます。エントリーは明日の1月28日の10時から可能になってまして、D ポイント加盟店5点回るか、もしくは同じお店で20回行くか、どちらか、それに加えて1回あたり税抜き400円以上のお買い物をしたら、抽選で D ポイントがもらえるというようなキャンペーンとなります。まあご覧のように に4等でも8万5000名の方に1000ポイントが当たる可能性もあるので、まあ、僕もちょっとこれには参加してみようかなと思います。ちなみに僕は加盟店5点以上で税抜き400円以上の決済をしようかす <laughs> る予定ではあります。いやこれ当たったら結構嬉しいですよね。 まあ、そんなこんなで今回は D ポイントのローソンで20倍、ファミリーマートで40倍のキャンペーンについてお伝えさせていただきました。いや、まあ、現時点でも D ポイントのキャンペーン以外のでも D 払いなどのキャンペーンも個人的には嬉しいキャンペーンばかりですけども、やっぱりこう、今回の D ポイントのキャンペーンも D 払いで決済すれば実質30%還元も可能なので、これはまあ、普段からローソンやファミリーマートで利用される方からすると結構嬉しいキャンペーンじゃないかなと思います。まあ口 お伝えするのはあれなんですけども決済する前は先に D ポイントカードの提示をしてからそして D 払いであったりとか他のキャッシュレス決済でお買い物するようにお願いします一応下の概要欄に以前動画で紹介した D 払いのキャンペーンの動画のリンクそして今回お伝えしたローソンとファミリーマートのキャンペーンのリンクも下の概要欄に貼ってますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました ま、今回のキャンペーンには関連するんですけども、これはツイッターのとある方のつぶやきから参考にさせていただきまして、ま、ローソンの場合はお試し引き換え券があるので、ま、あの、ポンカツとかと組み合わせるとさらにちょっとお得かなと思います。あと、ちょくちょくコメントでも、D ポイント期間用途限定のポイントは何に使いますかって。 結構聞かれることあるんですけども、まあ、結構これ皆さん結構バラバラなのかなと思います。で、僕自身は基本的には D 払いが利用可能なドラッグストアで利用することが多いですね。まあ、そこで必要な生活消耗品を購入しています。もちろんドラッグストアのポイントもちゃんと提示してます。他にもネットショップで利用したりとか、あとはポイントだけの決済の時はマクドナルドとかでも使うことがありますね。まあ、けど自分的には D 払いが利用可能な場所で使う方が消化も早くて結構便利だなと思っています。まあ需要 があるか分かりませんがもしかしたらいつか D ポイント期間用途限定のことについての動画もまた作ろうかなと思っています。ということでありがとうございました。